パンチは強いが宇野は弱い。何が起こるかわからない。宇野とパンチの今日もどこかでダイナマイト。パンチの今日は上野御徒町エリアでダイナマイト。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。スーノー。今日はさ、はい、何この上野で、はい、宇野くんがその素敵なお店を紹介してくれるっていうことだ、はい、ちょっと面白いお店があります、うん、それを紹介させていただきたい、うん、なのでさ、はい、川崎から上野来てさ、はい、そこ行って帰るっていうのはもったいないじゃん。あ、まあまあそうですね。だからちょっと今日は上野御徒町をね、はい、紹介したいなと思って、あ、ちょっと早めにこう来たわけ。あ、なるほどございます、うん、まあ、コンビ組んで何年も経ってるからさ、はい、宇野くんはほら僕の性格も分かってると思うけど、はいはい、パンチは元気印でさ、お酒も好きでさ、はい、カラオケも好きでさ、はい、いつも友達とワイワイやってるようなイメージがあるんだけれども、あ、そういうイメージありますね、はい、サウナが好き、あ、映画が好き、映画、はい、映画、落語が好き、はい、で、まあ、かっこつけるわけじゃないけど、うん、読書したりっていうね、うん、一人の時間も結構好きなわけよね。あ、そうですよね、うんうん、それで一人でこの辺の公園を歩いたり、うん、まあ、もちろん仲間とも上野や御徒町で飲んだりもあるんだけど、はいはい、俺の秘密のスポットでもあるわけよ。あ、そうなんですか。ここはね、あ、うん、なるほどですよね。思い出がたくさんあるんだよね。春にはね、桜、あ、桜が、うん、で、ソメイヨシノっていうの、あ、野球場だろ、今マサカ式記念球場です。あ、ここはあのマークだったね、マサカ式。そうですね、これとか野球をね、まあ、愛媛県だっけ、ね、愛媛県の方ですね。愛媛県松山市の方です、ね、松山だね、春風東春か、違うか、そうなんていうか、どこだ、春風だね、あれだ、間違いない、マリオ投げ、投げ滝、まあ、春風、ま、いや、球を投げたき、指揮者、あー、読めねえな、なんか草履、草履みたいなの書いてますね、で、さ、ここが指揮って書いてますね、書いてねえのかな、ねえ、まあ、後で調べよう。あ、そうですね、うん、で、そこをぐるっと行くとね、はい、あの、上の動物園があってさ、あ、こういった動物園なんですね、うん、あ、そうですね、で、春にはこの桜でさ、ソメイヨシノっていうのかな、はいはいはい、あのね、桜のあんま詳しくないんだけど、ええ、ピンクの大きな花びらの桜あんま好きじゃないんだよその薄桃色のさ、あ、柔らかい小さいや、本当の桜はここだよね。あ、そう、あ、なるほどなるほど、うん、あ、それが咲くんですね、あ、いいですね、あの野毛山動物園の時に言ったけどさ、はいはい、あの上のズーを見てあのお袋が思い出しますね、まだ和弘が小さい時連れてきてまだ変わって200円なのねあのね、うん、Z が2にねお袋とあの親父と奥さんと娘が幼稚園かなんかの時よ上野動物園来てさパパがね小学校の何年かな1年か2年の時にパンダが来たんだよなんて話でさあら200円変わってないわねお父さんなんてさおい、ズーだ、ズーだ上野動物園は行き出したことありますか。だからね、うん、パンダの時なんかは当然行けないよね。あ、まあ人が多いですからね、うん、で、その娘連れて初めて来たんじゃないかな。あ、上野動物園ですか、うん、結構大きいですかね、うん、だから1回か2回かな。あ、1回かな。あ、じゃあもう本当何十年ぶりぐらいの、うん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 、なんかどういう時にこういうその上野の御徒町にはうん、だからあの夜上野で仲間と飲みに行く約束があったりした時には、はい、今日のようにさ、早めに来て、あの、まあ後でベンチでゆっくり、あ、かしこまりました、その辺の話をしてるけどさ、はい、あの初心に帰るというかね、まあちょっと種明かしになっちゃうけど、はい、親父と歩いてるっていう感じになるのかね。あ、うん、親父と会話してるっていうかさ、あ、うん、お父様とも来られた。いやいや、死んだ親父と天国の親父と2人で、そうですね、心の中で喋ってるってちょっとかっこいい話になっちゃうけどさ、いいですね、うん、
芸能人やスポーツ選手に言いたいんだけど、はい、銀座やね、はい、西麻布だとかね、うん、そんなところで飲んでるのは子供だよ。あ、上野、ね、上野、うん、上野はバレないしある程度大きいからわんぱくしても大丈夫。なるほど、そんなにまあバレることはない。上野だよ、あとでいや行くってか、ここだからねって。ああ、教えていただけるパンチの秘密の秘密基地そこでも開けてますね、この道がね、うん、うん、広々としてる。11月じゃないぜ。いや暑いですね、結構あったかいですよ本当に、うん、あら、こういうあれもあるんですね、こう 伝統みたいなね、うん、和っぽい感じのやつ、うん、これも素敵ですね。ああ、いい風のね、日陰になるとね、本当だ、ね、いいですね、うん、ね、正面にはアパホテルが見えます。そう、何もさ、行かなくてさ、いいんだよ。いや、本当そうですね。ダメダメ。ギャーギャーするよりもね、ここで四季を感じながらね。うん、あ、でも俺も若い時はそうだったら言えないか。うん、まあいろいろ経験した上でね。そうだよね。ここがやっぱり一番いいって感じですかね。確かにこうなかなかこういろんな季節のお花とかね、うん、草が生えてますから。よかったよ、ビュービュー風吹いてさ、ええ、寒いながら中ロケだったら絵にならないもんね。ここ降りていくと、はいはい、シノバズか、え、シノバズ、あ、こちらシノバズ池、シノバズ池、うん、シノバズ池、すごいですね。もう春なんか来るよ。あ、いや、こんだけやっぱね、ありますか、うん、階段も歴史あるよね、ちょうどあそこの辺にある、はい、ベンチに行ってます。放送席、放送席、ヒーローインタビューでございます。本日のヒーローは見事逆転ホームランを放ちましたバンチサコウさんです。どうもー、いかがですか今の気分は。現実のまで飲みたいんです今日は。大阪みなみで待ってます。タコマンで川崎あたりで出会った二人はいつも元気で走ってる、パワー全開で、ウノとパンチの今日もどこかでダイナマイ。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。スーノーダイナマイ。ダイナマイ。じゃあ中学生ですか。はい。ああ、地元の？いや、どこ？地元ではないです。新宿の。あ、新宿。中学の社会科見学か。ああ、そうなんだ。あの我々の YouTube チャンネルをですね、あのご覧にくださってる方もですね、結構増えてきたんですけど、はい、まだね、もしかしたら、あのチャンネル登録ってどうやるのっていう方がね、多分ね、いらっしゃると思うんですよね。まだそんな人がいるの？教えてあげてよ。そうですよね。簡単なんだから。簡単でございますの。あのですね、あの、まだ登録されていない方はですね、うん、我々の動画を見てるときですね、チャンネル登録というボタンが出てくると思うんです、うんうん。で、そこを、ピッと押していただきますと、うん、簡単にこれチャンネル登録終了でございます。わからない時はですね、うん、息子さんや娘さん、うん、また会社の後輩なんかに、うん、ちょっとチャンネル登録教えてくれよ、うん、これっすよ、ピッそうね、そうですので、よろしくお願いします、簡単にできますので、はい、よろしくお願いいたします。